待してないです。はい。お、よいしょ、上がったね。いいですけど。はい、お願いします。はい、リンゴルフオープンの発案者の、近藤さんです。近藤さんの書き込みのおかげでリンゴルフオープンが始まりました。めっちゃいいじゃん、すごい、ナイスフェード。長い。2キロ。え、でもちゃんと振れてるっぽいですけど。これ振っときゃもうマチチョロみたいなのなくなる。マジっすか。マチチョロね。どうだったの、振ってみて。重い。思って最後首にガンとか。何振っても軽く思います、この後。あ、なるほど。振った後だと。チョコレート。チョコレートですか。クッキーです。クッキー。本当にこの。ジンジャークッキーみたいな。いや、普通のクッキーです。チョコのクッキーでこんな形してました。で、こういう。あ、こういう形してるんだ。かわいい。後半なんか池がめちゃめちゃ多いっていう情報を聞いてるんで、ちょっとイライラしそうになった、これ食べました。後半撮っていこうと思うんですけど、どうでしたこのコース前半。私今日ドライバーずっともうずっとプッシュすらバックして、でも広いからなんとか残ってくれてる感じで助かってるんですけど、後半なんか池が多いっていうんで、ちょっとラッキーがなさそうな感じなんで、はい、ちょっと頑張りたい。頑張れますと。あ、あとやっぱグリーンやっぱむずいっす。むずいでしょ。うん、大きく切れそうに見えて切れないとか、そうね、まだちょっとよく分かってないです。掴んでない。はい。ちょっと頑張りましょう。頑張ります。はい。あれはここのメンバーさんの別荘なんだそうです。今日はゆっこちゃん、あきさんで1ホール取ります。意外と右に OB 打っちゃうんで、ここ、はい、2番アイアンでいきます。はい、2番アイアンなんか持ってる。じゃあ後半もよろしくお願いします。お願いします。よいしょ、完璧。思ったより遠かった？ずっと右にプッシュしたんで、うん、右なかったと思って。ちゃんと行ったと。ちょっとワンタッチしたけど。入ってないように見えたのに。入ってないように見えたのに。入ってないように見えましたんですけど、はい、見えましたんですけど、はい。これが J クラシック。もうこれ安全に9で行こうかな。9でもぶつかるかな。P の方がいいのかな。ペーター、ナイスアウト。うん。はい、フェアウェイです。お、シャンクさん。怖。102。102で、ちょっと上げてるっぽいですよ。結構奥なんだじゃピンも。9番。9番。アイアンマジ瞑想中でやばいんですよ。いいじゃないですか。バンカー入っちゃう。あ、危ねえ。超えた？ギリギリ。ギリギリ。乗ったが。まあ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 。打たなければ。最初なんでね。こんなもんで。はい。おお、まあ、60度です。おお、あれ、ナイス。あら、行かない。まあ、ちょっと、あ、ちょっと浮いてきた。ちょっとだけ。ナイス。あ、やったよ、やったよ。来ないね。あ、ちょっと沈んでたんで。ゆこさんとラウンド何年ぶりですか。1年半ぶりぐらいです。どうですか彼女の成長は。70代だそんなの。やっぱり万ぶりし始めてからスイングがより美しくなった。美しくなった。形が変わった。いや、もうやっぱ振ってる女性ってかっこいいです。ああ。お、5、5、おお、いい、はい、おお、ナイス、ナイス、ナイス、ボギーです。あ、ボギー、はい、ボギー1個シャンクしました。
リコちゃんどうですか、1年半ぶりのアキさんとのラウンド。お互いただゴルフでばかりやり続けていたその1年半だと勝手に思うんですけど、はい、もう1年半経つんですか。はい、アイアンマンで多分ね、うん、1年半も経った感じがしなくて、うん、特に何も変わらずお前何お前成長してねえよみたいな感じまるで変わっちゃいないみたいな見た目が年取ってないってことでプラス爽やかな話ねフレッシュなね、フレッシュ街ね、何も変わってないです、はい、今回はアキさん地元がここだから、ねうん、家めっちゃ近い 3,40 分ぐらい近いね、はい、車と 3,40 分だからこのコースも何度も来てるんですよね、うん、そう、あのもう キャディーさんコース紹介してくれた、そう、教えてます、うん、そうあれあ普段ここキャディーさんいるんですか。います、います、うん、基本キャディー付きじゃないと回れないぐらい、あそうなんだ、はい、柳さんです。姫路から来てくれました。低い球多分この辺バンカーがちょうどいい距離にあります。当たってるんですか。その通りです。おーショートカット、超えた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 、いいキックしました、ね、うん、伸びてったなんだこの女性陣は暑いですね、めっちゃ暑いですね、これが徳島だ。いや今日え昨日とかどうだったんですか天気。めっちゃ一緒、暖かい一緒、ラッキー。今日体感15、6度ぐらいあるから、そうね、うん、先週の土曜日超寒かったんですよ、もう体感気温4度ぐらい、もう曇りでもう太陽だって、ゴルフしててもう大変でした。もう普段2番で飛ばないみたいな感じ体が回らなくて、今日はもう最高の天気ですよ、青空が青いですよ、紅葉も、紅葉とヤシの木のコラボレーションですよ、これですよね。ヤシの木ここ1800本あるらしいです。えーそんな多いですか。もう超バブルの途中に作ったから、なんか八丈島から1800本運んできて植えたって。おちゃんと当たっちゃった、超えた、隣のコースかも、目の前に池があると。左目はい、おお、さすが。あれあれあれは池ですよ。あれあれあれは池ですよあれは池ですね。止まった、え嘘、いいとこいいとこ、手前でしょ、あ嘘ラッキーあれ柳さん言ってもなんか微妙に安全策じゃないですかこれね、ヤシの木がそんなに詰まってないから怖くはないですね。うまい、行った、これは行った、乗ったでしょ、乗ってない、あ、よかった、おお、行った行った、待って、大きいかも、ほら、でかかった、大きかった。あれまあ。ちょっと大きかった。バンカーもやばいって、あのバンカーやばいって。あれやばいっすよ。あのバンカーやばいって。潜っちゃうやつだよ。左足下がり。いいっすね。トップしたら終わり。あのボールより手前落とすの。グリーンに乗らなくてもいいわぐらいで。うん。緩むとまたバンカーだし。いや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 。緩んだってやつですか？緩みましたね。これは怖い。しょうがない。左足下がりの奥行きっていうのは。止まれよ。早いよ。早いよ。これはしょうがないわ。ああ。ああ、で、シックスオンですよ。いやあ。怖い。
よしよしやっちゃった。バンカーがね。あれはちょっとね、うん、入れちゃいけないところに入れちゃいましたね。うんうん、距離がちょっと違ったのかね。ちょっとね、測り間違えたかもしれません。ね。それもそういうこともあるんだレーザー。うん。さあ桂さんです。豪快なスイングが売りの桂さんです。わあ。問題なし。わあめっちゃ跳ねた。ナイス。来てますね。ゆうこちゃんここが狙い目だと言わんばかりのヤシの木が。ヤシの木がわざとらしく。刺さっています。ね、さっき大きかったけど9番は良かった。良かった。アイアン不調と言いながら。うん、ナイス。完璧じゃん。良かった。うん。さあ来てます。来てます。まだ元気。まだ元気。さらにスピード上げた。アキさん25、6？ 何歳ですか？今。何歳でしょう。25、6じゃないの。あ、僕何歳だと思いますか。前回聞いたと思うんですけど、ちょっと覚えてないんで、24、5ぐらいかな。6です。あ、すごい。よかった、1歳、2歳ちょっとだけ若く見られる。さっきのダッシュは22、3の。まあ今野球もやってるんで。やってるんだ、普通に。へ、体力だけは。いいダッシュした。おー、ナイス。強い。ナイスオンいただきました。どや、どうだ。おまたもう。あー、バンカー行っちゃった。あのバンカーだったらまだいいっすよ。うん、開けるだけだし、はい、サラサラのバンカーの打ち方教えてください。やっぱり、うん、あ、やってもうた。やっぱ柔らかいらしいです。もう一回やります。いやー、これ埋まってんな。ナイスアウト、来た。止まれ。ナイス。グリーン周り難しいですね。ね。